表彰されたのは、県内の中学校や高校の生徒7人と、特別支援教育支援員1人の合わせて8人です。重吉武史教育長から表彰状が手渡されました。山口農業高校西一分校3年の村田正樹さんは、去年8月、バスに乗っているときに燃えている雑草の中に人影を見つけ、倒れていた高齢の男性を助け出しました。本当にびっくりして、はい、ちょっと顔も黒っぽかったので、本当に行ってよかったなという感じでした。周南市の大化中学校3年の佐野村日向さんは、去年12月、具合が悪くなってうずくまっていた高齢の女性に声をかけ、自宅に送り届けました。自分も助けられたこともいっぱいあるので、そういっていろんな形で恩返しできるといいなと思っています。重吉教育長は、人を思いやる気持ちを持ち続けて明るい未来を作ってくださいと言葉を送っていました。